船上マリナルが行くよ。せーの。JRTT 船好き女子船以上マリナルです。いつも JRTT YouTube をご覧いただきありがとうございます。私が登場する3回目の動画となりますが、今回も船舶関連のご紹介をしていきますので、皆様よろしくお願いいたします。それでは私が好きな船のある場所へ移動します。はい、港に着きました。ここは広島県広島市にある広島港です。今回は G7 広島サミットで大活躍した共有船シースピカをご紹介します。またシースピカの担当の方に G7 広島サミットでのちょっとした裏話を聞ける範囲で聞いてみたいと思います。穴子飯、焼きガキ、広島レモンソーダ、お好み焼き。それでは出航。これから本船で瀬戸内の島々を巡ります。ここ広島港を出航して島々や各観光スポットを巡る約4時間半の船旅です。希望のマーク見つけました。ここウォットのセットは平清盛が切り開いた海峡と言われています。あちらに見える真っ赤な海峡がとっても綺麗ですね。一押しポイントです。めっちゃ眩しいです。なのでサングラスしてます。はい、いただきます。レモンスカッシュいただきます。飲んで、あのね、あっさりしとる、甘くないし、あ、ちょうどいいですね、うん、爽やか。この街の風景こんな感じです。とっても風情があっていい街ですね。白雪楼に着きました。お抹茶いただきます、はい、いいとこでございます。城代豪邸があるでしょ、あれ美術館があるでしょ。美術館の建物はね、日本で3番目の指に入るけんね、あの美術館は見た方がいい、建物がいい。どうでも来てください。あちらに見えるのが瀬戸内の軍艦島と言われている千切島です。工場に囲まれてます。今日はクルーズお疲れ様でした、はい、G7 広島サミットの際、清水船長が運航されたと聞きましたが、どのようなお気持ちでしたか？まあ、いつもよりかは、はい、あの周りに護衛の船がたくさんいたんで、はい、走るもそのまままっすぐ走れたので、はい、走りやすかったです。 G7 広島サミットの際のちょっとした裏話などあれば教えてください。あの宮島で出迎えの、はいはい、女の子たちが旗を振るのに集まってたらしいんですけど、はいはい、その中の女の子が一人転げてちょっと怪我したらしいんですけどね、はい、その時マクロン大統領は手を差し伸べて、はい、あ、まあ大丈夫かと、はい、お優しい方なんですね、マクロン大統領。シースピカの魅力を一言で教えてください。はい、この島旅で巡る瀬戸内海の航路なんですけど、島の数も一番多いところになります。島にかかる橋だったりですとか、あの行き交う船、また海上自衛隊の船なんかもたくさん
乗船お待ちしております。岡田さんはシースピカの建造計画段階から携わっていたと聞きました、はいはい、ご苦労なさった点をお聞かせください、はい、JAL 西日本さんと一緒に船を作るっていうのであまりその国内の旅客船でそういうのがないんですけれども見ていただいて分かるように相当窓もね広くして安定して高速で島々を巡るというようなことがコンセプトだったんでものすごく軽く作ってあります。軽くて豪華というようなことで、はい、相当思いがこもった船なんですよ。鉄道会社と船会社のコラボレーションで、はい、まさに JRTT の事業のようでとても親近感が持てます。推しスピカっていうスピカっていうのは、はい、乙女座の一等星なんですよ、はい、でこれいいなと思ってですねいい名前になったんじゃないかなと思います、はいはい、とても素敵な名前だと思います、はい、ところで、はい、G7 広島サミットで各国首脳が乗船された際のちょっとした裏話をお聞かせ願いますか。外務省からお話しいただいた時に、はい、G7 プラス EU2 名、まあ、9名、はい、9名が乗船されました、はい、で実際はですねバイデンさん乗ってらっしゃらないんですよ。そうなんです、ね、バイデンさん米軍 のヘリコプターで宮島に行きされて、はい、ちなみに他にも裏話的なものがあったら各国の国旗があったんですけれども、はい、もう皆さん立ってらっしゃるんですね、はい、で行きはですねほとんどデッキで帰りはもうほとんどもうこんな感じ でちょうどまさしくこのシートは新聞記者の方しか座ってないっていうのこのシートはいつまで座れるんですか。2月まではずっとこの仕様で行こうかなとぜひよろしくお願いします